おお、雪か。前回あれですよね、メタナイトやって多分そこで終わってると思うんですけど、まあ、ちょっと久々なんで北のホワイトストリート、ワドルディ4匹か。いや、ちょっと最近ねやりたいゲームがいっぱい多くて、マリカのねなんか新しいのことも始めましたし、めちゃめちゃ雰囲気いいな。こういう感じの街は好きだ。え、これ左行けないの？行けそうで行けないね。え、これ下通れないの？あの左の壁。めっちゃ通れそうなのに。で、なんか新キャラが奥にいるね。あ、右も行けないか。お、びっくりした。また石像ある。あ、やっぱ石像壊すのか。4つね、今回。こいつスカだよな。ほら、ペンキン。え？あ、アイスか。まあ、そりゃそうか。けど、レンジャーがいいな。なんかめっちゃコピー能力持った敵がいるな。レンジャー強。こんな遠くから撃てんのか。レンジャーの強さを再確認。なんか結構さ、こういう遠距離系の、どのゲームでもそうだけどさ、遠距離系の武器とかってさ、弱めに設定されてるじゃん。そんなことないんだよね。レンジャー他のコピー能力と同じぐらい威力高いから。やべ！お、レンジャーいる。で、こっちの道もあると。まあ、見逃してやろ。金だけもらってくぜ。ここ待って、BGM 良すぎない？どうした？急に。急に BGM いいじゃん。いや、まあ前もそうだったけど。なんかね、カービィの BGM ってね、耳には残らないんだよ。人の思い出にはならないんだけど。それ言っちゃ、あれか。失礼か。共感してくれる人がいるはず。こういう穴落ちてみたいんだよな。あ、何？倒すの？あ、自販機か。あ、これ壊せる。あー、オッケーオッケーオッケー。なるほどね。うい、うい。こっちは、こっちは、なんもないと。アンモナイト。ほら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 。ほら。ほら。よし。ほら。ほら。あ、強。強かった。勝てね。おろろ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 。よし。TRPG もやりたいな。一人じゃできないのかな、ネックなんですよね。全然取れない。取れた。もういらないよな、これ。まあ、右ルート。あー、あるやんけ。先に倒す。先に倒すか。狙い撃ち。え、強レンジャー。この岩壊せるじゃん。天才か？あ、これあれだ。雪だから歩くの遅くなってる。なんか遅いなって思ったら。意外とね、周りでカービィ買ってる人いたね。僕の周りでね。はい、一匹目。先輩とか結構カービィやってたね。あ、これあるよ。見逃さない。あれ？あれ？オッケー。いいな、この BGM。このステージにぴったりだ。やめて！リスキルじゃん。うわー、シーソーか。アイス持ってった方がいいのかな？けど、レンジャーが結構配置されてるから、レンジャーでいいと思ってるんですけど。あー、追尾してくるのね、これ。自動追尾弾だぜ。あ、なんかある。そんだけか。あ、これ、シーソーじゃなくて勝手に左右にゆらゆらなってるだけか。これなんだ？壊していいのか。あー、なるほどね。ほら！ほら！しょっけー。そういえば、カービィと言ったら扉に、上ボタンで入るのが常識だったけど。その常識が覆されたね。下が回ってなかったね。覆されたね。ここやっぱめった打ち、数打ち当たる。エイペックスのランクどうしよっかな。スプリット2もダイヤ目指すこと決めたんですけど、金キャニーランクやったことなくて、まあ、今のとこアッシュで行こうと思ってるんですけど。誰だお前。アッシュはね、ポータルで上まで運べるんで、味方を。パスのグラップルはね、残っちゃうからね、敵にも使われちゃうっていう。その点アッシュはすぐ消えるから、敵に使われない。結構高所取るのが金キャに強いと思うので、まあ、あとはホライゾンとか、危ねえ。お、なんかある。ちっちゃ、この爆弾。おお。あにゃ。スパイファミリー明日かな。この鎖気になるの。あ、ごめんなさい、助けて。スパイファミリー土日だっけ。ああ、そういえば昨日、多分昨日の動画に上がってると思うんですけど、あれだね、ポケセンの抽選また当たってたね。また当たってたね。あれってあんなに当たるもんなの？
ちょ、これ一生進めない、一生進めない。オッケーオッケーオッケー。まあ別にタダでもらってるわけじゃないんで、お金払って買ってるんですけど、まあ、その抽選当たるだけでも結構いい、すごいと思うんですけど、まあ、中にはね、あ、そんな取り方ある。中にはね、あの、両方当たっていって、両方当たったって人もいて、すげえなって思ったけど。まあ、僕はあの、パルキア V スター欲しかったんで、スペースジャグラー当たって、いって、な、ずるくねそれ。スペースジャグラー当たって、よかったですね。まあ、でもぶっちゃけね、どっちもデッキ作りたい。どっちも魅力的。パルキアが強すぎる気もするんですけど、これ壊せなくないどう考えても。まあ、これは先でいいのか。あにゃあにゃ言ってんなぁ。あ、もうゴール見えてます。あ、これ壊すとね、最後の1個なんで。こっちじゃないな。え、どこにいる？あ、え、これさ、落ちていいよね。落ちれるってことは。え、これ壊すんじゃない？違うな。痛えな。あ、これだ。ひび入ってる。ほら！よし、正解。ちょ、なんかいるんだけど。何してんの？あー、間違えた。密室殺人事件。人じゃないか。人ならざる者。あー、めんどくさいことするね。すっごいめんどくさいことするね。ちょ、早く頬張って。ひさほいさほいさほいさ。ごめん。ほら。陰湿なところに閉じ込められてたな。かわいそうに。なんか敵復活してね。そういえば、こんなとこいたっけ。何このペンギンたちは。あ、これ待って。ミックスしようぜ。OK。あれ？あ、同じの2つだと、それになっちゃうのか。さすがにね。待って、待って、待って、待って。今、見逃さなかったぞ。なんだそれ。あれ？なんかあの、時計塔の上、なんか光った気が。壁判定これ。なんもなんないか。あのスイッチを押せと。むず。敵にホーミングしちゃうから、逆に当たらない。え、むず。あ、オッケー。自分で踏んだ方が早い。なんかありそうだな、あれ。え、待って、床設置されてるし、ここ、いけるよ？ほら。え、すげえ。意味深だもんな。時計台に立つ。金いっぱいもらえた。どこ行くの？あ、戻されるのね。すげえな。これミッション全部終わったんじゃね？もしかして。てれててれててん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 てて。あ、ん？あ、オッケーオッケーオッケー。全部だ。出たな、トレジャーロード。出たな。2個でいいのか。おかわりあるぞ。チェインボムマジでむずい。戦え？マジか。そういう試練か。これいったっしょ。多分1分半。あれ1分20だっけ。あ、オッケーオッケーオッケー。余裕じゃん。あ、なんだ。こんなもんか。ジャックニードル。ジャックニードルって言うんだ、これ。また戦うのね。まあまあ早い。ニードルなんかちょっと使い方分かってきたら強く見えてきたな。敵がいっぱいいるとき強いわ。ローズンメトロ。電車か。僕この前久々夢見て、歯が、奥歯の歯が抜ける夢見たんすよ。口の中から釘が大量に落ちてくる夢見たんすよ。落ちてくる？出てくるか。釘とかなんかネジとか。ジャラジャラしたのがあって、めっちゃ感触あったんで、もうリアルと差がつかなくて、現実かと思ったぐらいなんですけど、それはどうでもよくて、その後口から血が出たんですよね。で、気になって調べてみたら、どっちもね、お金にまつわる夢だったね。夢占い的なのあるじゃないですか。あれで見たら、調べてみたら、なんかお金が集まる予感みたいな。あ、これ冷たい。冷たい。なんか歯が抜ける夢はなんかよくわかんないけど、有名らしいね。いや、めっちゃ感覚あったんだよな。奥歯抜けんのかな。そういえば最近奥歯が痛いというか、多分あれなんですよね。親知らずが僕まだ抜いてないんで、それでリアルと夢がごっちゃになっちゃったって感じだと思うんですけど。クラッシュオール、クラッシュオールが、こいつはなんでさ、いつも自殺したがるの。ほら、助けてあげるよ。タイムクラッシュ、これ進化、もう最終進化らしいですね。2台の電車の屋根に乗る。これここで使うのもったいな。使いません。え、またいるの？使えばよかった。ちょっとなんか損した気分。
なんだお前ら、かかってこい。いった、なんでいて、ためないとダメなのか。ためてから話すことで時間を止められると。これ別に時間止めてるわけじゃなくて、ゆっくりになってるだけなんだよな、詳しく言うと。だからザワールドじゃないんだよな。スタンドで言うとなんだろう。お、え、あ、敵がいればいるほど時間長いんだ。いよ、強すんぎ、ワロタンゴ。出てきて、敵出てきて、敵出てきて。あー、終わっちゃった。今のはちょっと僕が下手だったな。サイヤ人の猿どもめが、なんか出てきた。あ、ハンマー使えと。あ、これじゃん、電車。今度焼肉食べに行きますね。誕生日に、親に連れてってもらう。やっとお酒が飲める。金めっちゃもらえるな、このダンジョン。お、アニャいるけど。これ絶対下だろ、この。ほら、助けてあげるよ。ラスト。あー、なるほど。引き戸。引き戸ではないか。わー、めっちゃ金もらえる、マジで。いやー、つらら。カービィシリーズって、まあ、つらら出てくるよな。いてててて。なんでやねん。え、なにこの釘。あー、毒のね。いやー、ちょっと詰めて。詰めて。ほら。ほら。いてててててて。ほら。やばい、待って、結構暗いすぎだな。ほら。お？隠し通路を見つける。2分の1？もう一個あんのか。注意深く観察しよう。あー、元気のかけらね。あれ、あともう一個どこだ？あ、あれか。あ、バカバカバカ、マジで死ぬ。マキシマ食おうかな。あ、あった。あそこ食べ物ある？あ、あるね。食べよっか、あれ。生きてればの話ですけど。ワープゾーン出てきた。あ、ニードルやんけ。ニードル、待て。で、こっちあるっしょ。これは隠し通路ですね。なんか申し訳ないけど、スリープって、なんでいるんだろう。何のために生きてるんだ。何のために生まれて何をして喜ぶ。わからないまま終わる。そんなのは嫌だ。これ何、無敵でどこまで行けばいいんだ。ほら、ほら。上かな。いや、まっすぐでいい。くわぁ、まあ、一回まっすぐ行ってみようか。まっすぐかな、これ。違う気がしてきた。サーキブル。あ、懐かしい、このミイラ。こいつ、結構硬いんだよ。あれ？よし。あ、バカチリ、やめろ。ああ、ハンマーが。ハンマー別にいらないな。アイスにしよう。これ左登れるな。あ、無理でした。すいません。ちゃんと対策されてるわ。三角頬張り。あ、なん、そんなことある。頑張れ。ジャンプ。よし。この下いるだろ。あれ？こっちか。あー、なるほどね。ふわっと着地。あ、上にいたのね、君。あ、やっぱ一人見逃してるな。さっきの無敵のところか。いや、無敵ゲットすると走っちゃうからな。お、コンテナの荷物を調べる。このドリルもね、いまいち強さがわからない。掘れないところあるし。これあとはクリアするだけ？うい。よし、助けに来たぞ。あだらだだらだだん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 だだだ。あー、やっぱそうだな。あの無敵のところだ。どう考えてもあの無敵のところだ。